ヨゼフ・オドロジルは、チェコスロバキアの陸上競技選手。1964年東京オリンピックの銀メダリストである。オドロジルは18歳の時、オロモーツにあるクラブで陸上を始めた。その後、兵役中は、スロバキアのコシセで、1961年からは、プラハでトレーニングを積む。1960年代には何度も、国内大会で勝利を挙げる。 国際大会においては、1962年に初めて出場したヨーロッパ選手権では800メートルで、準決勝で敗退するが、1964年、東京オリンピックでは1500メートルに出場。レースは、ニュージーランドのピーター・スネルが落勝したが、驚じるは、スネルの同僚のジョン・デイビースと3分39秒6の同タイムながら銀メダルを獲得した。 驚ジルは、1965年に2000メートルで5分01秒2の世界新記録を樹立。1966年のヨーロッパ選手権では予選敗退するが、翌年のヨーロッパ室内選手権の1500メートルでは銀メダルを手にした。1968年メキシコシティオリンピックの1500メートルにも出場。しかし、8位という結果に終わった。その後、 1969年に現役を引退する。オドロジルはメキシコオリンピックの大会中、チェコスロバキア女子体操選手で東京、メキシコの2大会で7個の金メダルを獲得したベラ、チャスラフスカと結婚し、注目を浴びた。チャスラフスカとの間に息子が誕生するも、その後離婚。オドロジルは後に再婚し、その妻との間に娘と息子を授かる。 ところが、驚じるは、1993年に、自らの息子のマルチンとコーロンの末殺されるという、悲劇に愛子の世を去った。ありがとうございます。